さんこんにちは、小紫まゆみです。この度ある方から依頼を受けまして、じゃーん、このように、健康食品のパンフレットを作らせていただきました。この中身をですね、私が、詳細にヒアリングさせていただいたり、まあ、この健康食品を愛用しているお客様に、またねインタビューさせていただいたりして、作り上げたものなんですけれども、おかげさまで、とても喜んでいただいております。まあ、そのお客様の声はまた別途ご紹介することにいたしまして、今回はですね、理想のお客様を集める、そして売れるチラシやパンフレット、そしてホームページを作るためにものすごく大事なことをお伝えします。これ誤解している方が多いのですが、絶対に間違えないでいただきたいということです。それはですね、売れるチラシや、ホームページ、パンフレットといった販促ツールを作りたいのであれば、やってはいけないこと。制作業者やデザイナーさんに丸投げしてはいけません。ここ間違えないでくださいね。いいチラシやパンフレットを作るためにプロである、制作の業者さんやデザイナーさんにお願いするというのは OK なんですが、大事なプロセスを抜かしている方がとってもたくさんいます。その大事なプロセスというのは、まずは商品の売りであるとか魅力をしっかりと明確化できているか、ちゃんとその魅力や強みというのが言語化できているか、この準備が整っていないと業者さんに発注してはいけないんですよ。今回私に依頼してくださった原さんという方もですね、今までいろんな、業者さんやデザイナーさんに作ってもらっていたそうです。ですが、原さん曰く、今一つ自分の伝えたいことが、伝えたいメッセージが表現されていなかった。そこで私に相談が来たんですね。で、原さんにお話を聞いてい、くとですね、分かったことは、まあ、比較的安めのお値段、安価なお値段だったので、それでね、いいあのチラシができるんだったらぜひお願いしますということでお願いしていたという。安いから頼んではいけないんです。その業者さんが何をしてくれるかということなんです。一番大事なことは、その商品や、企業の魅力や売りをちゃんとインタビューして引き出してくれる、言語化してシナリオ化してくれるということなんですね。その上で見た目がとてもいいとか、まあ、引きつけるデザインとかレイアウトのチラシを作ってくれる。中身が整っていないのに、いくら見栄えだけ綺麗なチラシやパンフレット、ホームページも一緒ですね、そういったものができたとしても、来てほしいお客様は集まりません。大事なのは中身なんです。もう一回まとめます。とても大事なことです。理想のお客様を集客したい、売れる販促ツール、チラシや DM、ホームページを作りたいというのであれば、ちゃんとまずは御社や商品の強みを引き出してくれて、伝わるシナリオとして言語化してくれる、そういったプロにまずはお願いすべきです。もちろんですね、自分自身でそれができるのであれば、ちゃんとそれをやった上でデザイナーさん、制作業者さんに依頼をしてください。あなたが作りたいのは、ただ見た目が整った美しいホームページや DM、チラシではないですよね。理想のお客様がどんどん引きつけられる、そして強みが伝わる販促ツールを作りたいのであれば、今日お伝えしたことを絶対に誤解しないでいただきたいと思います。仕事につながる PR や話し方に関するお得な情報をぎゅっと凝縮した6日間の無料メール講座を今お届けしております。登録方法は簡単です。この動画の下にあります解説欄、動画の解説欄のところに登録先のリンクを載せていますので、ぜひそこから登録してみてくださいね。それではまた。